はいどうも、私のハリウッドでございます。さあ、3回戦だと思うんですが、行きましょうか。いやもうね、あ、ソーダくんか。で、ゴールキーパー中西くんね。オッケーオッケーオッケー。あー、ちょっとね、フォーメーションが悪い気がするんだよな。いいかな。よし、まあ行こうか。よし、みんな行くぞ。立浪、確か総田区の中学校って東一中だったんだけどね、立浪高校に変わったんだ大阪は。総田区、総田区って言ったらカミソリパスですからね。よく考えたらカミソリパスって何なの。キレのいいパスってことなの。キレのいいシュートってことか、カミソリシュートって。そうしか考えられないよね。さっきのところよりは若干楽になるんじゃないかって個人的に勝手に思ってるんだけど、どうかな。的に有名フォワードがいないはずなのよ。こいつの能力値次第なんだよな。スルーか。お、うちの SGG 何をしている、君は何をしている。よし、攻めるぞ。キーパーが中西くんなんですが、中西くんがですね、まあ、必殺技はないとは思うんですけど、どれくらいの力なのかがわからないんだよね。中西くんはですね、中学校の時は、ソーダくんと同じ高校じゃないんですよ、確か。で、平行にパス出して、高いボールか、高いボールだったら、来た。どうしようかな。ちょっと遠目に出したんだけどな。多分飛び出さないと思うんだけどな。トラップしよう。あ、来たか。うう。やりよる。やりよる。向こうの攻め手ってのが、ソーダくんだけだと思うんですが、ソーダくん中盤なんで。来た、カミソリパスや。チュキーン、カミソリパスや。カミソリパスされたら、あれですね、もう絶対通りますな。通っても多分このフォワードとかは、そんなに強いフォワードじゃないはずなんですよ。くらえ！よし、来た。意味がない。ワンツーリターン。いやいや、頼むぞ、うちの SGGK。うちの、頑張れ、スーパーグレート、頑張れ、森崎キーパー。おーし、よし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 。やっぱり、そう、そう。もうさっきのね、立花、ちょっと聞いてないぞ。ダイレクト。ちょ、待って。うちの SGGK 甘く見るなよ。いったれや！おし。ほらね。ね。すごいでしょ、うちの SGGK。あれ込みでうちは SGGK ですから。あれ込みやん。当たり前でしょ。あれ込みで SGGK という認定をしてもらわないと。さっきね、中西くんめっちゃ前に出てきたから、高いか。で、トラップして、はい。トラップして、早めさせる。これが入んなかったらちょっとかなり辛いけどね。はい。これ決まらんと相当辛いよ。そこも超えないの。あ、オッケーオッケー、ラッキー。行くやろ、これは、さすがに。美咲くんが強いでしょ。これだ！さすがにね。はい、決まった。オッケー！ナイス。美咲くんのオーバーヘッドで決まる。美咲くんでしか決めれないかな。じゃあ、ミッターは無理かな。ニッタで決めるなら、ノートラップランニングボレー早く差し行くとしかありえないな。パスカッパー、でも、そんな、ねえ。おぉ、美咲くんが反則か。珍しいです。うかつなことするとね、すぐカミソリシュート打ってくるんで、コーナーは気をつけましょう、コーナーキックは。コーナーキック気をつけないと、まだすぐカミソリシュートしてくるんで。
気をつけないといけないのはカミソリシュートだけだと思うんだけどね。こういうボールは防げると思うね、さすが。これさすがに防げたらおかしいでしょうよ。弱まってるし。うちのよ、スーパー頑張りゴールキーパー森崎くん。どういうこと？戦いを経て成長してるはずなんだけど、うちの SGGK は。マジかよ。えい。いいね。ここにパス出して、そうだね、そうだカットするよ、そら。カミソリパスだ！マジかよ。ズリーカミソリパス。くれよ、こっちにも。うわ、1対1か。取れないよね、そりゃ。ソーダくん、マジかよ。ちょっと待って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 。カミソリパスでしょ。勝負だ、ニッタ。さっきから反則が多いな。届かないよね、知ってる。このね、フリーキックのボールは絶対届かないようになってるわ。システム上。いや、0-0でいかんと無理やろ。ワンツーか。いや、マジか。待って、ほんと待って。クリア！スルーかよ。うわ、もうこれ無理やん。うちの SGGK がバランス崩してるし。無理やろ。森崎くんバランスを崩している。ポスト狙い。おし、ナイス、石崎。そう、これ狙いです。これでしかない。ちょっと待ってね。もうね、相手がね、ずるいことするのを知ってきて今。絶対カミソリシュート打ってくるんで、100% よ。もうカミソリシュート対策をしていかないと。美咲くんだけ前に出すけど。ちょっと待ってな。絶対カミソリシュートやって。よし。えい。あ！まあ、1-1でしょ、全然。いけそうっちゃいけそうだな。全然余裕で勝てないけどね。余裕なんて一かけらもないですが、このゲームに。楽に勝った試合なんて、一番最初だけでしょうよ。チュートリアルだけか、なんか楽に勝たせてくれて、あとずっと鬼よ。このゲーム。えい。で、ワンツーで抜けて、キャッチ。で、いったれや、目先。ワンツーすっか。かわす。パス。かわす、パス。高いボール。いいね。理想的な展開でございます。これ決めてくんない、ちょっと辛いけどね。これだ！よし。オッケー。よしよしよし。あと2点は取れる、美咲くんで。で、1点取れないから、新田で。でもこれ必殺技ゲーや。必殺技が打てないやつ、基本無能っていう。パスカットやろ。みんなで、全員でパスカット。かわすか。美咲くんもかわすか。マジか、こいつ。8番やるぞ。10番パスキャッチ。いい。うわ、ソーダくんがなぜそんなところにいる。ヘディングか。トラップか。あ、そういうことか。マジかよ、こいつ。ちょっと待って。違う。ブロック、絶対、カミソリシュートやろ。抜きにかかるか。
ここに来て。そんなプレイスタイルでしたかね。いや、もう絶対無理やん。あまり期待はしてないけど、まあね、まあね、知ってた、知ってた。なんかこう特に何も思わなくなってきました。うちの SGGK、 うちの SGGK すごいってのは知ってるけど、ちょっとあまり何も感じなくなってきましたよ。そうね、美咲くんでもう1点取るか。太田くん、カミソリタックルや。やめてよ。もしもしもし。太田くんって言うとカミソリシュートもですけど、カミソリタックルも有名ですからね。キレのいいタックルということを言いたいでしょうね。あ、いいね。どうしようどうしようどうしよう。三崎で先に決めて、低いのでも大丈夫だと思うのよ。マジか。マジか、窓か、木戸か。あきくん、新田。新田頼むぞ。おしおし、低い方ね。いや、だ、いけるやろ、いくらなんでも。いや、頼むぞ。嘘でしょ。マジかよ。封じられたんですけど。理不尽だ。ちょっと待って待って、うちの SGK 止めて止めて止めて、ほんと。森崎くん止めて。止める。2番。めっちゃ下げるな。ズリー相談になるようにしてるんだって、トラップ。ヘディングか。マジか。まあ、おし、おし、これ待ち、これ待ち。あのね、あれ、今の街です。もうね、何してく、敵が何をしてくるかってことはもう分かってますからね。さっくん80か。もうオーバーヘッド打てないね。で、ニッタももう体力使ったのよ。よし。絶対こうなるって分かったんで、もう並べました。並べた意味、並べた意味。嘘でしょ、嘘でしょ、これ。嘘でしょ。何を言ってんの、こいつ、本当に。お前ずっとさっきから何を言ってんの、マジで言ってんの、このゲーム。マジかよ。美咲はもう使えんぞ、こっち。ニッタに頼るしかないのか。これニッタが決めなかったら罪よ。うわ、ガッツ17。嘘し、アホした、アホした、アホした。アホした。ラッキー。ラッキー。ラッキーが起こりました。まさかの。いやー、マジかー。一回ワンツーで、美咲と抜けて、次行く。次行くにシュートしてもなー。いやー、マジか。わかった。ここに出してスルーだ。マジか。絶対ダメじゃん。知ってる。マジかよー。いや、ここそんな強くねえだろうと思ってたんですけど。そんな強くねえだろうって、高を食ったんですけど。なんかどっちかっていうと、さっきの立花兄弟の方がちょっと絶対きついと思ったんですよ。うわ、もう無理やん。美咲くんはもう無能すぎるんで、完全に。何の役にも立たないし。よし。波状攻撃だ。意地でも似たや。
通る通らんとかそういう問題じゃない。嘘やろ。うわ。エリン、いや頼むぞ。マジかよ。本気か、てめえらは。えい。いや、これそんな強くないと思ってたんだけどね。うわー、出た。取られた。おっしゃ、おっしゃ、おっしゃ、おっしゃ。まだ可能性はあるか。2点差やからな。うらべくんで行ってみる？入らんかね？あ、シュートも、キーパーまでも行かないか。あ、もう新田のハヤブサシュートだよ。向こうもずるいことしちょったからね。こっちもずるさせえよ。行け！これは、硬いよ。そんな弱いのこっち。弱すぎない？弱すぎるんですけど。ラベイさん、マジか。はい、ということで、負けちゃったんですけど、またリベンジしていきたいと思います。それでは失礼いたします。バイバイ。